はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版やっていきたいと思います。今回はルーブ山地を経由して、ビューネイを倒しに行きたいと思います。で、ビューネイはね、倒し方2通りあって、このルーブ山地を登っていくのか、またはね、ロワーヌの下のタフタン山を登っていくかということになるんですけれども、まあ、せっかくなんでね、グエインと共闘して倒していきたいと思います。で、道中の敵は、まあ、また例によってね、大車輪メインでサクサクサクっと倒していきましょう。こいつだっけ、なんかタイニーフェザー落とすの結構食らう。まあね、ミカエルもね、サザンクロス覚えたんで、火力的にはかなり出るようになったんで、あとは攻撃でいいかな。で、サザンクロスってかなりコスパいいよね、6だからね。結構強いこいつ。なんか中ボス的なあれで出てこなかったっけ、どこだっけ、氷取りに行くところか。いや、意外にやるぞ。サザンクロスの力を見せつける時が来たか。このハサミに耐えられれば。耐えられなかったか。でね、タフターンさんを登っていった方が宝箱とかはあるのかな。でもまあ、後でも登れるよね。どっちに何の宝箱があるのか忘れちゃった。サザンクロスじゃないよ。あの合成術とかがね、だいたいその四魔貴族のダンジョンの方に落っこってたりするんで、それは回収しておきたい。まあ、使うかって言ったら多分使わないけど、多分っていうか絶対使わないけど。こいつなんだ、ここに陣取ってるけど、しかとしよう。こいつらも一掃できるでしょう。戦力的にはもうだいぶ強いよね。あと防具をちょっと揃えたいんで、基本的には竜鱗の鎧を揃えるだけ揃える。まあ、ミカエルだったらね、数的にはいけるはずなんで。グエインの巣、これこのまま進んでいきます。で、モヤがかかってるところはなんか速度が落ちるんだっけ、歩く速度が。あ、落ちるね、遅くなる。理由は分かんないけど。で、敵もある程度スルーしながらでいいでしょう。これ下に降りられるけど、左に行けんのか。なんもない。ちょっと待って、ずれた。この巣の階段とかもできる。うおー、こんなところにって聞いたのか。階段とかあるってことは誰かが作ったんでしょ、人の手によって。宝箱もね、配置されてるし、ね、誰が置いてったか知んないけど。結界石、結界石溜まってきたな。あ、間違えてた、退却にセッティングされていた。敵が変わった。なんかだいぶ強くなってる感があるな、敵も。後ろのやつとか結構強いんじゃないの。全然弱かった、むしろ前のゴリラの方が強えわ。まあ、ハサミの前では大した敵じゃないけど。雪だるまがね、やっぱり技ポイントが少なすぎるんで、ちょっと鍛えていかなきゃいけないんだけど、まあ、無理して戦っていく必要もないんで。グエインのね、巣から行くと基本的にはグエインと主人公とのタッグ戦になるんで、タッグを組んでビューネイに挑むっていう。他の人の出番はない。強そうに見えて弱いやつ、大車輪で一発。いいね、雪だるまの技の力が上がってってくれれば。あれ、これさっき下も行けたよね。まあ、いいや、右から行こう。
降りるな。ちょっと左気になる。でビューネイを倒せばあとは魔貴族は1体アウナスだけになるんで、アウナスが最後か。あいつはねちょっと炎の鎧みたいなのまとってるからめんどくさいはめんどくさいんだよね。遠距離用の攻撃が欲しいところ、多分総流派とかは大丈夫だと思うんだよね。でこいつは何もねえな。で弓も大丈夫でしょ。要は直接殴っちゃうとセルフバーニング的なものが発動するんで、それがめんどくさい。雪だるまってミリオンダラー覚えられんのかな。ミリオンダラーは覚えておきたいよ、弓として。プラズマショットとかもね結構強そうな感じはするけど、また弓の力を引き出せないからな、弱すぎて。スマッシュってそこそこ使ってくる敵いるんだね。見切りが設定されてるってか、ミスるし。プラズマショットが8だからね、8は結構強いよね。だってサザンクロスで6でしょ。それを考えれば火力だけは申し分なさそうだけど、カエルがいっぱい。武器はもうだいたいこれで OK だよね。でハサミでしょ、だって火力十分で。これちょっと骸骨だから通らない。もう一段階上のものがあるか。七星剣はねスターバースト使えば覚醒して強くなるんで、わざわざ竜鱗の剣を手に入れるまでもないとは思うんで、通常状態だったら竜鱗の剣の方が攻撃力は高い。でも覚醒させれば七星剣の方が強くなるんで。宝箱、結構もったぶったところにガードリングか。まあ悪くはないけど、変えるものであることは確かだからね。錬金術を。おお、ガードされた。誰かわかんない真ん中のやつか、ま、ガードは突き破れるから。何残ってる。ガードされたからか。雪だるまって何が特徴なんだ。強さがいまいちわからん。むしろあんまり強くないと思う。術レベルが高くてもね微妙だからね。しかも動物系の、まあ、雪だるまが動物かって言われたら話は変わるけど、動物系のキャラクターはね装備品がもう1個埋まっちゃうからね、固定の装備で。そこがちょっと難点。まあ、メリットもあればデメリットもあるっていう感じではあるけど、まあ、ゾウさんに至ってはね両手でも武器が使えるじゃなくて盾が使えるっていうのは、まあ、かなりメリットはでかいけど、雪だるまとかいまいちわかんねえもん。永久氷床を装備させてなんか効果あんのって言われたら。多分炎とかの耐性がかなり強いんだとは思うけど、ちょっとあんまり詳しくは分かんない。よし、ここでついたな。でミカエルは大して使ってないんで技を。いけるでしょう。なんだ人間か、帰れ。戦いを挑む、話をする、帰る、話をする。アビスゲートは開き始めているが魔貴族自身が通り抜けてくるには小さすぎる。それで奴らは己の影をこの世界に送り込んできている。宿命の子を見つけ出しゲートを完全に開くつもりだ。そうなればゲートを閉じることはできなくなる。今のうちということだ。ビューネイを倒すのに協力しないか。母ドーラは聖王と共にビューネイを倒した。だが最後には聖王に殺された。人間とは勝手なものだ。だがビューネイが我が物顔でこの空を飛び回るのは我慢なら、協力してやってもいいぞ。さあ乗れ、行くぞ。
ってか、なんでこのドラゴンのさ、後ろに宝がいっぱいあんの。別にドラゴンが宝溜め込んでてもしょうがなくね。ここはかっこいいよね。これが見たかった。さあ行くぞ。で一応これは関係ないか。じゃあ普通にサザンクロスでグウェイ。ちょっとツインスパイクがあるんだよね。銃ちょっとやってみよう、せっかくだから。でグウェイはかなり耐久力はあるんで、ほっといても大丈夫でしょう。その前に型をつける。1700いいね。ツインスパイク1400、悪くはない。で自動回復もあるし、まあずっとこのパターンだな。10ターンで型がつくかどうか。だってさ、霊気とかってどうなの。めちゃくちゃ使うよね。てか回復してるし。え、どういうこと。あ、これ魔法扱い。ツインスパイクは技なの。100100100で90ってことはそういうこと。わかんないけど、じゃあちょっと一個ずつやってみよう、せっかくだ。火炎ゼロ悲しすぎる罠なんだけど。え、あ、なんかそうだ、こいつこれもなんかモーション変わってんね。あー、火になってる。火になっても大して変わんないか。霊気とか効くの。1099、あ、それなりに当たるね。64くらいだったら速攻で回復できるな。自動回復で問題ない。62。もうミカエルはずっとサザンクロスだな。サザンクロス覚えといてよかった。なかったら相当きつかったよね。968。まあもともと消耗も少ないからね、電撃は。まあ全部見たんでツインスパイクメインでいきましょう。何個これ、なんか2つ3つくらい現れた気がするけど。アースライザー、そこそこ食らうな。まあただ押し切れる。あ、もう3回使ったら残ってねえや。あとずっとツインスパイクでいこう。クエ大丈夫か本当に。3000くらい渡るのか。そうすると一旦で全開いいね。自動回復、しかもめちゃくちゃ盾発動するし、ビューネはいけそうだな。なんかもう負ける気がしない。これで3つ目か。ただこの3段階になったことにより相手の攻撃がどう変わってくるか。サザンクロスツインスパイク、もうあとはこっちがやられるか、ビューネイが倒れるか。トリニティブラスター、え、やばくね。あ見切ってた。これは食らう。26。回復も大して回復しないしね。攻撃回数が増えるね、やっぱり敵の。なんかもう1、2ターンで倒せそうな気がするんだけど。めっちゃ食らってるわ、このドラゴン。大丈夫？
もう一旦くらいでいけそうな気はするけどな。これで終わらせる。トリニティブラスターをさ全弾ヒットするとこっちにね、そうすると厳しいかもね。なんかあんまりミカで狙われないけど、これで終われた。どうだ、OK、しぶとい。超高速ナムラ。自分が400くらったら相当やばいよね。だって2回で死ぬし。耐久力はあるな。ちょっとやっぱりビューネ舐めてたわ。超高速ナムラ。グエインが先に死ぬか、ビューネが先に死ぬかの勝負。これって火力が足りなかったらグエインが先に死んじゃうよっていう、そういうシステムかな。倒した。イエーイ、竜鱗。大空の人、あ、これあれか。多分どっちも倒さないとトロコンできないっていうパターンかな。タフターンさんにいるし、ちょっと宝だけ回収しますか。さてビューネイの巣に通じてるんで、ここで宝箱を回収していきましょう。全く敵がいないな。これは、これは敵か。しかもなんかボスの音楽なんだけど。ハサミ、あー一応サザンクロス使っていくか。プラズマショットも使おう。で、疾風剣。通常の雑魚敵はいなくなってそうだね。これ回収がはかどりそうだな。西洋の指輪装備してるからね、 LP 攻撃はミカエル効かないんだよね。同志のローブと霊種、結界石、武闘技、力の公約、精霊石、合成術、奥義書、ギャラクシー。敵全体にダメージを与える合成術、現物で術師を配置しますってな感じ。力の公約、霊種、ここにはもう用はない。え、あとなんか鎧があった気がするんだけど、ちょっと探索しよう。結局よくわかんねえから帰ってきた。じゃあ次はもうそのまま果実要塞行きますか。その前に武器を回収してこよう。ピトナに行ってフェザーブーツが完成で、ブリッツランサー完成。攻撃力的にはブリッツランサーの方が強いんだよね。37でしょ、381か。だったらいいよね、西洋の槍で。あと作れるの竜鱗の剣だけ。防具が結構あるんだよね。白銀の鎧、シルバーチェールが必要です。どっかで売ってるかな。ちょっと探してこよう。じゃあシルバーチェイル買って、他はない。白銀の鎧を作って、なんか来た。リブロフの敵軍団をおびき出す準備ができました。1万オラム、うーん、まあやるか、せっかくだし。
負けそうだけど、また戦闘準備。陣形なんか覚えたよね。疾風陣、移動力を上げて突進します。確かに移動力上げるのは悪くないからな。ちょっとこれにしてみよう。で、作戦は何もないよね、覚えたのは。じゃあ行きましょう。沼地の守り、え、なんか上ゴーレムみたいなのがいない。疾風陣で行くか。行け、はやっちょっと待って、下のファイターくんどうなってんだ。え、攻めてっていい？だってこっちも動いてないし、あっちも動いてないってことは、ただモラルが減っていくだけだよね。ただ敵のモラルの減りの方がなんか早い気がする。多少減ってきたら統率回復すればいいと思うけど。どうだろう、半分くらいになったら一回回復して突撃してみる。したらファイターくんがなんか強いんだか弱いんだかいっか。ちょっと待って待って待って、どういうことだよ。ひどくない？ファイター、ちょっと待って、統率回復しよう。ファイター突破してんな。突破するとモラルは増えるからね。下のファイター頑張ってんな。ただ下突破した分なんか突破されてるけどね。どうなのこれ。いや、やられてる。上のモンスターが強えんだけど。やられた、モンスターにやられた。サザックロス使えや、ミカエル。いや、この沼地で戦ってんのがなんかあんまり良くないのかな。ねえ、いきなりやられだしたからね。ゲー動いてるし、全軍突撃しかないもん。これだってもうあの突破されて終わりでしょ。いや、ひどくないか。強すぎだ敵。まあいいや、俺は仕事をしに来た。白銀の鎧完成した。で、軍事、武器開発、竜林の剣やろう。あれ、また来たよ。ちょっと野党の数が増えています。戦って追い払う。野党ごときに負けません。これでいこう。さっきの疾風陣みたいなの使ってくる。いけ、走れ全軍防御。なんだろこのファイター。突破力が半端ないんだけど。後列突撃、回復させよう。突破しろ。突破はしてんな、ファイター。てか、なんでファイターがいるの、そもそもうちに。いつファイターなんて全軍突撃使ってきた。返そう、これは。かつ一回統率回復しよう。全軍退却って倒した。圧勝だったな今回は。あ、このまま進んでいくの。敵軍退却、さらに奥へ進軍。前列突撃。これ何、もしや残った兵たちで頑張るって話。疾風陣3300しかいない。いけ、奇襲だ。てか本当
当突破力すげえな。統率回復しよう。突破してるからなんかすげえ、なんか早えな、戦況が早く動く。いや一応こっちも返すか、全軍突撃で。突撃するだけの兵があんまいないんだけど、対象勝負になってんぞこれ。退却してった。フォックスが逃げました。三連戦かな。上翼攻撃変えられないんだけどこれ、そもそも。いや突破してる人たちが少ない。なんかいや疾風陣でいくよ。2200しかいない。げ下もファイターくんがいる。めっちゃ突破されてんだけど、いやもうこれ突撃かけよう。速攻で肩をつける。げ向こうも使ってきた。分断作戦、なんかもう向こう すげえんだけど、やってくることがどんどん回復していかないと。もう一回全部回復させる、一気に。なんかやられてんだか倒してんだか、結構上が押されてるよね。あの変なゴーレムみたいなやつが強いんだけど、そもそもここは負けそうだな。なんかミカエルがすげえ押されてるもん。やられた。騎馬兵頑張ってんな。一応突撃しとこう。最後の悪ガキ。頑張れ。やられた。あとは残る鋼鉄兵だけだ。頑張ってんな鋼鉄兵。モラルない状態でゲーやられた。指揮官を置いていく。こいつら指揮官置いていくからね、敵も味方も。死んだ。ちょっと待って、これもうできるんじゃん。竜林の剣が完成しました。金がマジでない。あと1個しか作れなくない。防具開発、機動装甲開発する。これ金取れんの、こっから税、重い税。けー金取れた。26万円ある。あとこれ全部もう武器開発とかできる。だって精霊石かいらない。すまんな、ちょっといろいろやられてしまって、住民の不幸が半端ないことになってるけど、まあいいや。アウナスを倒しに行こう。それでは果実要塞行きましょう。け柱のところから骸骨が出てきた。これ上行けねえわ、段差になってたか。しかも陣形乱されてるんで、これ一回退却しよう。やっぱ陣形は整えておきたい。正面から戦う。で骸骨系はね、大車輪が入らないからね、まあ、それを連機剣でぶん殴っていくと。500、まあ、600弱か。いや、やはり通るね。大車輪、連機剣、この2つで大抵の敵は倒せる。ここはなんか、あ、宝箱は下にある。ゲー骸骨めっちゃ出てくんな。ただまあいつも通り大車輪やって、もうあとこの作業だよね、ずっと大車輪やって連携で殴る。でここ
ここは打ち漏らしがないけど、打ち漏らした敵を他の3人で倒す。3人っていうか人間1人しかいないけど、炎獣の皮いいね。まあ素材にはなる。ここ骸骨系が多いな。アウナスはそういう感じか。フォルネウスは水系でみたいな、そういう傾向があるんだね。これで全員倒せるんじゃん。残るやつはいないっしょ。いや強すぎるマジで。角かぶと、まあ使わないかな。これはこっから上上がっていって、よし通過していこう。このゴブリン邪魔だな。イノシシと後ろに、これなんかアウナスのなんか兵士、いわゆるホルネウス兵みたいな、そういう感じじゃなかったっけ。弱っ。この人何やってた。特にスイッチみたいなのがあるわけではない。ちょっと見てみよう。あ、アウナスだった、術用っていうのかな。これは大車輪で一掃できる。弱い。火星の砂、ちょっと逃げられるやつは逃げたいけど、骨の方が強いね。そう考えるとイノシシも弱いし、後ろのやつは何もしてないのに強くなっていくからね。妖精が全部排除してんのに雪だるまの能力が上がっていく。これ上からいけないのかな。いけない。ただ敵はこいつらか。完全に大車輪無双だな。技ポイントだけねちょっと気をつけておかないと、いつの間にかなくなってる可能性があるから。火柱が立っている。後ろにいるな。見えてるぞ。あ、こいつも多分大して強くないから、いや、もう武装三段使っていこう。ナイアガラバスター極意取得したっけ。強い。お、なぜ剣体験が上がる。お前使ってないのに。いや選択はしてるからレベルが上がる可能性はあるんだけど、実際素振りすらしてないからね。え、なんかケルベロスチックなやつがいるからセーブをして挑もう。ケルベロスだね。ナイアガラバスター、これはちゃんと全員本気でいこう。プラズマショットが一番強いのか。分身剣でいこう。3000とか3連撃早いな。さすがに弱妖精。ちょっとやっぱり耐久力ねえな。この2人だなマジで。お、いいね。槍レベル、弓レベルもアップ。あ、ナイチンゲール。あれ、ナイチンゲールってさ、なんか回復がありそうだよね。かといって生命の杖外すかって言われたら、それはいいや。シャッタースタッフがね、最後の最後でどうにもなんなくなった時に使えるから。これでアウナス倒せばアビスゲートは全部閉じるんで、まあこの戦力で大丈夫かな。一応倒したら全部装備とかは見直して、あと開発もねしていってから最後のアビスゲートを閉じに行きますか。雪だるまだよねやっぱり不安なのが。あ、妖精普通にけ、持てない、重すぎて持てない。
187、通常の攻撃でまあ大体400近く当たるけど、雪だるまだけちょっと弱いね。流星章とかもどうしたんだっけ。あれ、こっち息子三段と流星章ってどっちが強いんだ結局。まあ技ポイントのね問題もあるから、コスパのいい方を使っていくっていう。ゲいっぱいいる。3000ゴーラムとかいらねえ。ゲ入り口に詰まってる。これは固定か。倒していこう。次こいつも無双さんだ。雑魚が これは真ん中の扉を開けて進んでいきましょう。なんなのこいつら、なんで待ち構えてんの。ダメだ、引っかかった。一掃。でこの固定は何、なんかちょっと違う、ちょっと違うけど全体攻撃をやっていこう。そうか、こいつの全体攻撃フラッシュアローしかないのか。で残像だね。やっぱりミリオンダラだな弓は。雪だるまミリオンダラひらめくの、そもそも弱。結局このパターンで倒せるし。最悪ツイーリンでミリオンダラを覚えさせて極意を取得して雪だるまに継承するか。てか弓の最高って何なんだ。だいたいミリオンダラー使ってたからね自分は。術種ん、これは上か。先に扉に入っていこう。宝箱、おお、主張の鎧。ただ使わない。属性が浮遊になっちゃうんで。あ、22しかない。そろそろやばいな。忘れないうちに回復させよう。力の攻略はいっぱいあるんで。これめっちゃ回復するよね。いくつ回復するの。100くらい回復するのかな。ちょっと右も覗いてみよう。まあやっぱり宝箱はあるね。結界石、結界石も結構溜まってきたな。あれ、これどっち、先に扉に入る。え、どっちがいいんだ。これは乱されたな。ちょっと一回退却。陣形は大事。お、通過した。どっちだよこれ、繋がってんのか右と左。いや、そんなことはなさそうだけど、宝箱が取れるから取っておこう。あれ、こいつらさ普通に出てくんじゃん。さっき固定的だったけど、結局大車輪連機剣で終わりだからね。え、ミスった。ファイヤークラッカーを使わせてしまった。しかも倒せるし。弱すぎる。フラッシュアローが弱すぎる。やべえ、雪だるま超不安だ。500円。あそこ先に進むな。ちょっと下から行こう。下からっていうか左を通過する。で宝箱はまずこっちか。合成術クリムゾンフレア、敵一体に高熱のダメージを与える。パワーレイズ。まあ結局ね、なんていうの、
あのモード、コマンダーモードはサラでやらざるを得ないからね。それはその時にやろう。これも宝箱500円、金はいらない。で、こっからは上に行けないから、やっぱり一回戻んなきゃダメだ。行けないよね、行けねえわ。で、結局こっちか。さて、あー間違えた、こっち。お、そろそろ、あ、なんかいた気がするな。これ敵じゃなかったっけ。そうだよね。あー出てくるね、無双三段。んー、一応カッサツから使っていくか。で、サザンクロス、プラズマショット、分身剣、スターバーストはいいや。そんなに長期戦にはならないはずだから、多分ね。これ遠距離じゃないんだ。なんかロマサガリーユニバースだと弾みたいなの投げつけるけどね。げ、3人食らった。やべ、妖精がやばい。意外にボストンもやばいかもしれない。いや、いい火力してんなサザンクロス。プラズマショットもね、1000は超えるからね、一応最低限仕事はしてくれる。で、これいったらもうアビスゲートだっけ。もう戻れるから、そうだね、一回戻ろう。戻るっていうか、あれ少年がいる。ちょ、やばくね。え、やばくね。ちょ、待って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 、戻りたいんだけど、助けねえよ。いや、来た、マジか。最後これか、選択肢なしか。とりあえず妖精は一旦回復したから、それなりに技ポイントがあるけど、ボストンがちょっとやばそうだよね。勝利の蓋一回となよう。17しかね、なるべくなんか投げたいんだけどな。ペルソナってどう。サザンクロスもどう。でプラズマ24しか、3回しか攻撃できないんだけど、これもあれだな、1回スターバーストかけよう。3段切り142、要はセルフバーニングを食らうかどうかなんだよ問題は。これ食らわない。サザンクロスは、あ、食らった。300とか、げ、やべ。雪だるま、さすがだな、火力耐性が強すぎ。スターバーストは食らうっしょ、直接殴ってるもんだって。普通にあっち結構食らうよね。どうしよう、2人回復に入るか。てかゾウさんのヒットポイント何なの。707もあんのこいつ。あれ、総流派なくね。流星章は大丈夫か。で、ペルソナも大丈夫で、サザンクロス食らった。ヘビ剣が大丈夫そうだな。でもまあちょっと回復に入ろう。妖精で生命の水からの、こいつはもう高級傷薬しか使うものがないんで、ミカエル、いや自分、いやミカエルか。何のためにスターバーストを使ったのかよくわかんないけどね。そうすると高級傷薬今1個しかなかったよね。ゾウさん、ファイアウォール、これは絶対大丈夫でしょう。明らかに3500強すぎる。マジで妖精だけはもう最優先に生き延びさせよう。生命の水どんだけ回復するか。100とかだったらしょぼいな。156、微妙すぎる。だったら高級傷薬を連発した方がいいな。あ、妖精だけ123か。まあまあまあ、なんとかなるな。これ妖精は高級傷薬でペルソナが使えない。ペルソナが使えなくなってしまった。もうハサミしかねえじゃん。いや殴りたいよ、こいつは殴りたいマジで。
妖精あれでしょう、ゾウさん、いやこうだな、でゾウさん高級傷薬もう持ってないよね、多分持ってねえや、しょうがない、もう捨て身で攻撃するしかない、分身剣一発殴って終わりだな。殴っていくつ、1500、いてあっち、インサニティって何、ミス、結局よく分かんなかった、ちょっとでも回復するで思いっきり回復する、お前は捨て身の分身剣、もう1本増やしてほしい、2200か、あ倒した、その分ヒットポイントが低いね、やっぱり火力で押し切った感じかな、やっぱ妖精が強い、本当に強い、炎のマント、魔炎超撃破、さら宿命の声よ、いざゲートを開け、ゲートを閉じるのは私の定め、あなたじゃない、さよなら未開です、ああこんな時なのに悪い知らせがある、もう何が起きても大丈夫だ、言ってくれ、4つのアビスゲートを閉じ、これで全て終わりのはずなのだが、星の位置のズレがわずかに残っている、あと1つゲートが残っているようなんだ、どこに、東だ、見捨てられた地か、それよりももっと東か、一体どうする気だ、まさか見捨てられた地を越えようというのか、もう越えてきたけどねヨハンネスありがとう、いい知らせだった、サラを助けにアビスへ行くつもりか、その通り、これでお別れだな、黒い瞳の少年、あ、これ仲間にしたからか、手がかりがないな、え、宿で作戦を練るかって、なんかあんまり作戦会議になってないよね、メンツ的に遅くまで寝入りに作戦を練った、いつしか眠りについた、あれこんなんあったっけ、ここは、あれはかなり古いメモのようだな、いつの日か訪れる宿命を背負った者たち、この先にあるのは魔王の仕掛けた罠、進んではいけません、皆から王と呼ばれるランスの住人より、西王が東へ進むのを諦めた理由がこの先にある、なんだ、おおおおお、5つ目のゲートとはこんなんあんだ、あ、しかもみんな実体になってる、ヨマ貴族がゴマ貴族というか、なんかゴマみたいな、くだらんな、我らだけでは不足と、お前たちを迎えに行くために作ったゲート、他の意味はない、あ、右の方に、地図の右にある、お前の目的地はここだ、迷わず進むがいい、魔王自ら場所を示してくれた、西王の警告に従うか、あえて罠に飛び込むか、夢の最初で遠くに砂漠が見えた、東に行く手がかりがそこにあるんだろうか、まあそのわけで東にはねもう行ってるんで、サクサクサクっと飛んでいけるんですけれども、じゃあとりあえず今回はここで終了したいと思います、まあ、ちょっと装備とか整えてから、東の方へ向かっていきたいと思います、最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。